浅口市は岡山県の南西部に位置する市。2006年3月21日に、浅口郡鴨方町、根校町、寄島町の3町が合併して発足した。倉敷市と笠岡市に挟まれており、岡山県第二の都市である、倉敷市と広島県第二の都市である、福山市のベッドタウンとなっている。市の特色として、岡山県内の市としては、 面積は最小であるものの、製麺、酒造、植木、製棒、ストロー生産をはじめ古い歴史を持った伝統産業、地場産業を多く抱え、中小企業が多く存在することが挙げられる。また、本校橋の発祥地、本拠地としても有名であり、正月や、祭事の際は、本校橋本部周辺は、多くの参拝客で賑わう。さらに、 温暖で比較的安定した気候であり、天体観測に適した地域であることから、1960年から、岡山天体物理観測所が設置されている。また2018年には、京都大学大学院理学研究科附属天文台、岡山天文台が新設された。浅口市の公式な読み方は、浅口市であるが、住民の間では、浅口とも、浅口とも呼ばれ。 合併協議において、市の名称を公募した際には、浅口市、浅口市のいずれにも応募が寄せられていた。2018年の平成30年7月豪雨以降、倉敷市真備地域、県中央部からの移住が増加し、岡山県道65倉敷笠岡線沿いを中心に、新興住宅地の開発が進んでいる。 遥るか山市役所の所在する鴨形地区周辺の空中写真。2007年7月24日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北部に霊峰、遥るか山、竹林寺山、北西部に安倍山、中部に竜王山が存在する。南部は 瀬戸内海に面しており、水島工業地帯に約 10km、福山工業地帯にも約 20km と近く、両地域への通勤者もかなり多い。瀬戸内海式機構に属し、年間降水量は平均 1188mm と、晴れの国を歌う岡山県において最も雨が少ない地域とされる。そのため、市内の各所に、 水不足対策として、ため池が設けられている。2000年以降は2004年の台風16号で、当時の寄島町が、高潮の被害が発生したほか、2018年7月の西日本豪雨で、市内の一部が冠水しする被害に見舞われた。冬は雨が少ないため空気が乾燥している。降雪量は非常に少なく、積雪を記録することは滅多にない。 浅口市と周辺市長、特に倉敷、笠岡漁師との関係は複雑となっている。また、笠岡市は西隣の福山市と福山都市圏を形成しつながりがあるものの、笠岡市と同じ笠地域に属する浅口市は岡山都市圏を構成している。このため、福山市のつながりは笠岡に比べると少ない。浅口郡の合併は、 里章町を加えた四町での浅口市以降、笠岡市、鴨方町、里章町、寄島町と倉敷市、根高町の九州合併、笠岡市と寄島町、鴨方町と根高町など三パターンが模索されていた。軍を市に置き換えた。あざ名は基本的に合併前と変わらない。主要な組織のみ、記載4月1日現在、 混合総合支障型商業施設、天馬や、ハピータウン鴨形店 j r 鴨形駅高速バス路線バス現在は、中国バスイカサバスカンパニーが、イカサ鉄道バス路線廃止路線の一部の代替運行を経て、イカサバスカンパニーが運行している。地上デジタルテレビ放送鴨型局設置については、先行する中継局のカバー状況により設置が、決められる。 市内全域が0865である。郵便番号は合併前と変わらない。上記のほか市内の私立高校も天文台を設けている。明治以前の人物明治以後の人物、ありがとうございます。